ウイスキー魂のニューズリテラシー、2021年4月20、4月28日水曜日、時刻は午後4時を4時半を回ったところですね。インド、大変な事態になってます。非常に深刻な事態になってます。日本での報道が非常に少ない、今回のこの動画ではですね、そのインドの状況ということはもちろんなんですが、なぜそれが日本でニュースにならないかということをリテラシーの観点からお伝えしたいと思います。私、上杉隆はもともとニューヨークタイムズで、3年間ジャーナリズムの現場で働き、世界中で飛び回り、その後約10年間、個人のジャーナリスト、さらにその後はですね、メディアを立ち上げるということで、やっておりました。そういう意味ではですね、この20年間はこのジャーナリズム、メディアの方にどっぷり、使ってきたということで、その観点から皆さんのメディアリテラシーを高めるために、情報に接するにはどうしたらいいかということをこの動画を通じて、お届けしているということで、この動画を見れば必ずリテラシーは高まります。さて、そのインドなんですが、この数日間、厳密に言うと4日間ほどで、新規感染者が100万人を超えてます。新規の死亡者もですね、もうちょっとカウントできないという感じで、恐ろしい状況になってます。でこの事態というのはですね、基本的にはこの変異株によって第2波が起こったんですが、事実上ワクチンが効かないとかですね、酸素給供給ができない、もちろん病院も病床が逼迫して、病院の前にはですね、もう人であふれ返っているということで、さらにはですね、死者を火葬する状況にもならなくて、で公園を、例えばデリーの公園などは薪を組んで、そこでもう次から次へと人を燃やしているというですね、でその周辺の木々もですね、今公園の木も切ってですね、もうとにかく火葬することすらままならないという、本当に映画じゃないですけど、パニックな状況になっているというのが現状です。で、これはまず何度起きたかというと、インドの対策というか人口も多いのと衛生環境もそうですし、もともとのですね、仕組み、システム、施設などの不足によって一気にですね、このパンデミックとパニックが広がっているというのが現状なんですが、政治の対応とかそういうレベルを超えた形ですね、特に変異株に関してはですね、この感染が広がるとどうしてもウイルスは強く生き残ろうとするので、必ず感染すると変異をしていくというのが、これは避けられないということなんですが、それがですね、抗体が効かないとかですね、対処がしようもないというところまで広がってしまっているのがインド変異株の恐ろしさで、この深刻な事態を解消する手段はありません。そしてこれはね、今後どういうふうにするかということを世界中が注目していて、今私の方の情報もインドの言葉はちょっとわからないので、実は海外のニュースメディア、例えば元宗主国の英国、イギリスのニュースメディアは BBC も含めてですね、このニュースをずっとトップ級で扱ってます。またニューヨークタイムズやワシントンポストも、このインドの状況というのはとても極めて重い事態だというふうに受け止めて、それに対する報道をかなり手厚くやっているのですが、日本は何でやらないんだろうということで、ここからそれについてお話をしたいと思うんですが、日本はですね、結論から言うとですね、オリンピックです。ここでインドの状態を日本の国民に知らせてしまうと何が起こるかというと、オリンピックなんて3ヶ月後にできるような状況じゃないと誰もが分かるわけですね。その気づかせないようにするために、洗脳させるために、インドのニュースをこれメディアの方が自主的に、まず一つは自主的に報じてないと。二つ目、メディアの親玉である電通、メディアからお金をもらってるね、間接的にお金を渡してる電通が、おいおいこれはあんまり触れるなよということを暗に、これ圧力じゃないですよ、ご相談させていただいてると。で三つ目は、政府も含めた東京都とか行政も含めて、いやもうオリンピックのリレーも始まってるんだから、メディアの皆さんにお金渡してるでしょと、このインドの状況言っちゃったら、とてもじゃないけどオリンピックなどできないってバレちゃうんで、これは分かってるでしょうねと、分かってますね皆さんと、こういうことなんですね。この3つの要素、つまりメディアの
自主規制、2つ目、電通、お金、メディアのお金に対するもの、そして政治、政府などからのスポンサーも含めた、まあ、見えない圧力、これが無自覚のうちに行われていて、結果として私たち日本人にはこのインドの深刻な事態がほとんど伝えられないと、こういうことになっています。ニュースを見るときですね、日本の地上波やあるいは新聞だけを見ていても世界の本当のことは分かりません。オペイドなどで、そういうタブーのないメディアに関してはそこを捕まえることができるんですが、ただですね、日本のメディアも総じて、オペイドは許さないというか、今存在を無視することによって、黙殺することによって本当の洗脳は解けることを恐れています。ですからですね、皆さんの防衛手段としてはやっぱり海外のメディアに触れると、例えば BBC は今日本語ありますから、先ほど私も3つほどツイートしておきましたけど、日本語版をあえて、海外のメディアに触れること、1、2つ目、ニュースオペードなどのようにフェアにやってる数少ない日本のメディアを、まあ、私自身は今オペードぐらいかなと思ってます。全くそういういわゆるしがらみがなくやってるのは、電通とかね、例えば MX テレビとかニュース女子とかも言えませんから、そういうところも、ですからオペエドを見ると、 で最後が、手段としてはですね、まあ、その日本のメディアとか、メディアに、通じずにこの、まあ、口コミでもいいんですけど、皆さんが情報にアプローチして、そしてそういう本当の情報を探すと、まあ、こういう訓練、リテラシーを高めるようなことをやっていただくということしか皆さんの身を守ることはないということです。なぜならばこのインドの事態というのは決して一言ではなく明日の日本かもしれません。そのようになった場合に対応するような行政も政治もメディアもありません、日本は。ですから皆さんは自分の命を自分で守っていただく。インドの事態というのは繰り返すように明日の日本かもしれないということを念頭に、そしてですね、それを守るのは皆さんの情報リテラシーを鍛えることだということで、この動画などをですね、多くの人に拡散していただいて、自分の身を守る方法というのはここにあるんだよということを伝えていただきたいと思います。以上、上杉隆のニュースリテラシーでした。インドの深刻な状況は明日の日本かもしれない。皆さん本当に気をつけてお過ごしください。それではチャオ。